バス乗り場ホーム SL 用給水とオバマ駅は、福井県オバマ市、駅前町にある、西日本旅客鉄道オバマ線の駅である、福井県オバマ市の代表駅であり、同市の中心部に位置する、オバマ線において運行場の拠点の一つとなっており、オバマ線内の途中駅で唯一夜間大白運用が、設定されている、2010年6月までは、 小浜線の運営を行う小浜鉄道部が当駅に置かれていた。それ以後は、鶴が地域鉄道部に管理が移行している。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する地上駅になっている。単式ホームの1番乗り場側に駅舎があり、島式ホームの2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。3番乗り場の奥には留置線が1本伸びている。 1991年に駅舎を改築した。ただしバリアフリー設備はない。鶴が地域鉄道部管理の直営駅で、緑の窓口の営業時間は7時20分から19時である。改札業務も兼務しているため、この時間外にワンマン列車が発着する際の旅客扱いは無人駅に準じる。東舞鶴方面の駅舎端には、スタで覆われた給水塔が残っている。 列車運転指令上、1番乗り場は、下り本線。2番乗り場は、上り本線。3番乗り場は、上り1番線とされている。1.3番乗り場は、上下両方向からの入線。出発に対応しているが、2番乗り場は、上り方向のみの対応である。行き違いがない限り、利用客が古戦橋を渡らずに済む。要、上下線とも、駅舎側の1番乗り場に停車する。 行き違いがある場合は、下り列車が1番乗り場、上り列車が2番、または3番乗り場に停車する。当駅始発の列車は、夜間大白明けのものを除き、1番、または3番乗り場で折り返す。土曜、休日以外の朝の2本目に当駅始発鶴が行きがある。なお、折り返しなどで1番乗り場に列車が停車中の場合、東舞鶴方面からの下り列車が3番乗り場を、 通る場合もある。夜間大白が3本に設定されており、早朝と夜には当駅始発、終着の列車がある。駅の鶴ヶ方には、保線車両が留置されている。また、3番乗り場の隣に留置線がある。普段は使われていないが、時折ラッセル車や保線車両が留置されることがある。駅構内にはかつてうどん屋や、喫茶店などが併設していたが、現在は閉店し、 土産品などを取り扱う売店が残るのみになっている。また、駅舎西側には、小浜市が運営する観光情報センターがある。福井県統計年間によると、2017年度の1日平均乗車人員は921人である。各年度の1日平均乗車人員は、以下の通り、小浜市の中心部に位置し、学生や通勤客の利用が多い。 オバマ線では最も利用者数が多い駅である、オバマ市の代表駅であり、関連施設が集積する、高速バス路線バス、西日本旅客鉄道オバマ線税浜駅、オバマ駅東オバマ駅、ありがとうございます。